今日はですね、都内の鈴ヶ森形状跡とですね、あと平将門の首塚というのがあるので、そこへ行ってみたいと思います。ここは丸子橋です。桜がまだ咲いてますね。大田区に入る、大田区かな、ここ大田区ですよね。ここは東京都、橋を渡ったので東京都に入ってます。東京都大田区ですね。千束池です。現在走っているのは環七通りです。品川区に入りましたね。大井町です。
鈴ヶ森到着しました。こちらに着いた時にですね、普段は頭痛とかほとんどしたことがないんですけれども、頭がすごく痛くなりまして、まあ、ちょっとね不思議な感じでしたね。今までそういう、まあ、普段の生活の中でも頭痛ってほとんど僕しないんですけれども、この場所に着いた時に見てる時にすごいね頭痛がしてきて、ちょっとねびっくりしました。これはちょっとゾッとしますよね。ちょっと怖いですね。品川駅前です。
輪のあたりですね。高輪郵便局です。日比谷通りに入ります。増上寺ですね。増上寺。おお、見てる、ずっと見てる。バイク見てますね。帝国劇場です。